ホウジロ族は、スズメ目ウジロ科に分類される鳥類の一族。ホウジロ科の模式族。模式種は、キアオジ。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本に分布する。多数の種が、国際自然保護連合により、レッドリストの指定を受けている。日本では、複数の種が環境省と、都道府県により、レッドリストの指定を受けている。全身は、 褐色の羽毛で覆われ黒い縦じが入る種が多い。繁殖期にはオスの頭部の色彩が異なる半紋が入る種が多い。地表で種子を採食するミヤマホウジロ植生は植物食傾向の強い雑食もしくは植物食で主に種子を食べるが昆虫類を食べる種もいる。主に地表で採食を行う。ヒナには昆虫類を与える。繁殖形態は卵生。 繁殖期には縄張りを形成する。オスは、樹上でさえずり、近寄ってきたメスを飛翔して追いかけ求愛する。地表や藪の中に皿やお椀状の巣を作り、卵を産む。ホウジロ族は、以下の種に分類されている。日本では、ホウジロ、カシラダカ、アオジなどは、比較的容易に観察することができる。白ウ,ウジロ、ホ白アカ、キマユホウジロ、ミヤマホウジロ。 黒字、小樹林、爪長オオジ大樹林なども観察することができ、小方赤、島青ジシベリア樹林、島の事故の事故などは非常に観察しにくい種である。ありがとうございます。